でもなんか怒涛の1年だったからな、怒涛の。なんか思い描いてた、なんだろう、思い描いてたっていうか、ペコアラがデビューした時に想像できてないぐらい今って頑張れてるというかさ、恵まれてるというかさ、なんかそんな感じがすごいするわけ。ペコーラはなんかデビューした時とかの、なんだろう、まあ夢はあったペコだけど、こんなにもなんか大きくなれたというか、みんなのおかげで。なんかね、想像つかなかったかも、デビューした時にここまでなってるとかって。そう、でっかくしてもらったよ、あんたたちに。体重が増えて残念だねって、ちげえわいやでもね、確かに、この仕事ね、配信者の人ってわかると思うペコだけど、この仕事ってガチで太るよ。いや、マジで外に出なかったら、本当に太る。いやでもこれはね、断言できる。堕落したペコーラみたいな生活してるとガチで太る。声を大にして言いたいね。配信者はマジね、外に出なかったらほんと太る。幸せ太り。あー、確かにペコーラはね、しみじみ思う。この配信者になれてよかったなと、みんなと出会えてよかったなと。まあ他にあとなんか恵まれてるって、まあ同期とかにも恵まれてるよね、ほんとに。3期生でよかっちゃ、そうペコーラは思っちゃう。